クラマは、海上自衛隊の護衛艦、白根型護衛艦の2番艦。艦名は、京都府のクラマ山にちなみ、旧海軍のクラマ型巡洋戦艦、クラマ、運流型航空母艦、クラマに続き、日本の艦艇としては3代目。クラム改装前の、クラマ左前方より、左舷側より修理完了後の、クラマと、秒光。クラマは、昭和51年度計画5200トン型。 ヘリコプター搭載護衛艦2404号艦として、石川島張間重工業東京第一工場で1978年2月17日に寄港され、1979年9月20日に浸水、1981年3月27日に収益し、同日付で第2護衛隊軍令下に新編された第52護衛隊に護衛艦、春菜と共に編入され、 させボに配備された。本艦は海上自衛隊の艦艇として初めて CIWS を装備し、対艦ミサイルからの股間防御能力が強化された。また、長距離で潜水艦を探知できる戦術エコーソナーも初めて装備されており、搭載ヘリと連携して敵潜水艦が接近する前に探知、撃破することを可能としている。本艦での実績をもとに CIWS と 戦術エコーソナーは、その後に建造をされた海上自衛隊の汎用護衛艦にも採用され、標準的な装備となった。1982年10月13日、佐世保港において、ボイラー爆発事故を起こしている。1983年3月30日、第52護衛隊が廃止となり、第2護衛隊軍直轄艦となる。同年6月28日から8月16日の、 間、護衛艦、初雪、立風と共に、ハワイ派遣訓練に参加。1984年3月30日、第二護衛大軍機関となる。1984年、1986年、1992年、1994年、2000年に、艦隊平洋合同演習に参加。1990年7月1日から31日に、かけて、護衛艦、 朝霧、山霧、立ち風と共に、グアム島方面海上実習に参加。九百九十一年六月二十七日から八月二十八日の間、護衛艦、朝風、瀬戸、霧と共に、米国派遣訓練に参加。九百九十六年七月二十六日から三十日にかけて、ロシア海軍三百周年記念式典参加のため、自衛艦として初めて、 ロシアウラジオストックを訪問した。1998年7月24日から29日にかけて、護衛艦、山切り、補給艦、浜名とともに再び、ウラジオストックを訪問。7月26日に実施されたロシア太平洋艦隊艦艦式に参加した。また、7月29日、30日にかけて、 ウラジオストック東方の日本海において初の日露共同訓練が実施され、これに参加した。2000年2月25日から3月31日にかけて山切り、朝風とともに概要練習公開に参加。2001年11月9日、テロ対策特別措置法に基づく情報収集任務により護衛艦、霧雨、補給艦、浜名とともに インド洋に派遣され、2002年2月まで任務に従事し、3月16日に帰国した。2003年5月16日から8月3日の間、護衛艦、島風、瀬戸、義理と共に、米国派遣訓練に参加。帰国後、三菱重工長崎造船所において、改造工事が施され、炭無艦西用射撃式装置は WM-25 から、 国産の81式射撃式装置2型から12に、発射機は国産の GMLS-3 に換装され、搭載ミサイルは RIM-7M となった。これらはいずれも2002年8月に除籍された護衛艦、高月に装備されていたものを祈している。なお、同工事は2004年4月に観光、2004年11月10日から12日にかけて護衛艦、 夕立とともに、環球原子力潜水艦領海審判事件に対処した。2005年1月14日、スマトラ島沖地震救援のため、国際緊急援助隊派遣法に基づく陸、海、空自衛隊による統合部隊が編成され、佐世保から出港、輸送艦、国崎と補給艦、時輪とともに援助物資の輸送などの救援活動を実施した。 2007年5月16日から8月1日の間、護衛艦、長海稲妻と共に、米国派遣訓練に参加。2008年3月26日、護衛隊改編により、第2護衛隊軍に護衛隊に編入。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、災害派遣される。 2011年10月19日、派イ訓練のため横須賀を出港し、10月31日から11月21日まで、ハワイのパールハーバーに滞在して、米海軍の艦艇とともに実任務技量工場のための訓練に参加し、12月5日に、佐世保に帰島、2012年6月21日から22日に、かけて護衛艦、霧島、夕立、 アメリカ合衆国海軍空母、ジョージ・ワシントン他数隻、大韓民国海軍の艦艇数隻とともに、朝鮮半島を南方海域にて、日米間共同訓練を実施。同年10月14日に行われた自衛隊艦艦式では、野田義彦首相を上官させて参加した。2015年10月18日に実施された自衛隊艦艦式において、艦越艦を務め、 安倍晋三首相が上官した。12月22日には停泊中に、ノロウイルスによる食中毒が発生し、56人が体調不良を訴え、9人からウイルスが検出された。最終的に19人が入院した。2016年12月11日、最後の飛行作業を実施し、収益以来の連続無事故着艦回数は5万1300回となった。 ヘリコプター搭載艦として、初めて5万回を超える、連続無事故着艦の功績により、第1級症状が授与された。2016年12月19日、母校の佐世保基地で機関である、蒸気タービン消火式が行われた。海上自衛隊最後の蒸気タービン艦として稼働した。シュボイラは役目を終えた。2017年3月22日、出雲型護衛艦二番艦。 加賀の収益に伴い除籍最終所属は、第2護衛隊軍、第2護衛隊。定型校は収益以来、約36年にわたり一貫して、佐世保であった。36年の貫歴において自衛隊艦貫式では、艦越貫を4回務め、総行海時間は78,772時間、装着貫回数は51,300回。 地球約43.6周分にあたる94万2760.2改良、公開した。退役後は、潜水艦用、新型魚雷の実感的となる予定が、プレスリリースされていた。2018年6月12日、佐世保基地を栄光されながら出港し、その後若狭湾沖にて、海上自衛隊の潜水艦からの新型魚雷により、実感的処分が実施された。なお、 内科庭や宝塔の外角などの浮遊した残骸は現場海域にいた試験艦アスカなどが回収している。2009年10月27日19時56分頃、関門海峡において大韓民国籍コンテナ船カリナスターに衝突された。この事故で乗員6名が負傷、本館は艦首を損傷、出火したが10時間半後に沈下に成功した。 この事故により、曜病部も含む、監視部分が、ほぼ全壊した単独高校は、カリナスター側に負傷者はなかった。この事故では、護衛艦、クラマ及び誘導していたとする、海上保安庁、関門海峡海上交通センターの責任問題が、大きく報道されたが、海上保安庁による後の調査によれば、カリナスターの韓国人船長が、事故について、 虚偽の供述をしていたことが明らかとなっている。AIS 等による航跡の解析などにより、コンテナ船は事故直前まで減速せず、貨物船の後方わずか20から30メートルの距離まで近づき追突寸前となった。そのため左に急旋回し、前方から航行してきたクラマに衝突した。この事故で、文字解放は船長の供述が翻ったことから、事故の主因は、 コンテナ船にあったと断定した。事故後は、佐世保に自力で寄港していたが、付近で護衛艦を修理のできる造船所が限られることから11月9日に、随意契約による修理を発注し2010年初頭から長崎市に所在する三菱重工長崎造船所で修理され、同年6月9日に修理が完了した。この事故での損害は約9億4、0円と見込まれている。 2014年5月24日尖閣諸島などを想定し、奄美大島沖で行われていた離島上陸脱海訓練に参加していたクラマの25歳の海市長を住居侵入罪の現行犯で逮捕。奄美署によると海市長は容疑を認めており、24日の午前9時45分頃に奄美大島の瀬戸内町にある自動車整備工場に不法侵入していたところを、 経営者の男性が見つけ取り押さえて、甘み署に通報した。23日まで行われた訓練に、海市長も参加しており、24日からは移動撤収予定だった。イブン・ミッドウェイ海戦、タイムパトロール極秘ファイル豊田ありつねの短編集小説。その中の一作に、表題と同じイブン・ミッドウェイ海戦がある。1987年、歴史改編をもくろむ。 未来順によって本艦がミッドウェー海戦の最中にタイムスリップするというストーリー、即射砲、CIWS ミサイルによって米軍機を次々と撃墜していく。本作中のクラマは追加装備として ASM-1 を艦隊艦ミサイル化したものを装備しており、これでアメリカ空母を撃沈しようとするが直前にタイムパトロールによって元の時代へと戻される。 ニセコ要塞1986荒牧義雄の仮想戦記小説物語中盤石狩湾への上陸進行を目論む墨の不軍機動部隊を阻止すべく IBM 遊撃打撃艦隊の一艦として参加するも対艦ミサイルの命中により撃沈空母イブキグレートゲーム川口かいの仮想戦記漫画艦そのものは登場していないが空母イブキからの登場人物の一人である 新並ミドシなりが勝って所属していた艦であり、同じく、グレートゲームからの登場人物である、カブラキカオルも、彼の部下として所属していた、ハイスクールフリート、劇場版ハイスクールフリート艦そのものは、登場しないが、作中で、主人公の三崎明野が艦長を務める、影浪型公用艦、政府の機関音は、当時海上自衛隊唯一の蒸気タービン、 搭載艦であった本館を取材していたものを使用しており、エンドロールにも本館の名前がクレジットされている。護衛艦、クラマ取材レポート。ハイスクールフリート公式サイト。2020年3月15日閲覧。ありがとうございます。